やりたいことがあるとかそういう思いがあるんだら、やってみるべきだと。世の中の成功した人はみんな行動してチャレンジしたからその結果があるわけですから、アメリカ・ロサンゼルス。この地で急成長を遂げるフードトラックビジネスに参入し、日本式のカレーライスで勝負をかける日本人がいます。本人が好きでやるんだから、別にね、それ僕らが判断できる材料ないよ。やる言うたら仕方ないわね。もうずっと毎日売り上げ10ドル、20ドル、イベント行ってもゼロとか、こう信号待ちしてる時にもう感情のバランスが取れなくなって、もう車の中で一人で大泣きして。飲食業の経験はなし、熱い思いだけを胸に抱いた挑戦。ライバルひしめくフードトラックの世界で戦う息子に両親が届ける思いとは。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。アメリカ・カリフォルニア州でフードトラックを経営する智弘さんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ9200キロ、11時間。アメリカ西海岸、カリフォルニア州サンタモニカ。美しい海岸が広がるビーチタウンの一角でフードトラックを出す智弘さんの元を訪ねました。フードトラックこれいっぱい。道路にずらりと並ぶフードトラック。そんないっぱい出てるんだ。中でも目を引くおしゃれな一台が。あ、これだね。これジャパニーズコンポール。こんにちは。あ、こんにちは。瀬尾さん、はい、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、日本からご両親がどんなお店やってんのかなっていう、はい、こんな感じで、はい、やってます。フードトラックっていうのはアメリカ人の中ではもう知れてますね。もう12、3年前からブームになって、それをきっかけにあのたくさんの人が始めました。20年前にアメリカに渡った智弘さん、さまざまな仕事を経て8年前フードトラックを開店しました。ロサンゼルスは全米で最もフードトラックが盛んな街。現在3000台以上のトラックが営業し、まだまだ増え続けています。定番のハンバーガーやタコスはもちろん、韓国風のブリトーなどの創作料理。フードトラックには世界中のさまざまなメニューが並び、今やロスの食文化と言われるほどです。楽しいですね、でもいろいろ食べれる。これずっと見てたら瀬尾さんのフードトラックだけちょっと違う形してるんで、はい、そうですね、これちょっとキャンピングトレーラーをオリジナルでカスタムしたものなんですけれども、うん、まだロサンゼルスでうちだけですね。そうですか。はい、智弘さんのフードトラックは1960年代のヴィンテージキャンピングカーを改造したもの。他のトラックに比べかなり小さいのですが、調理器、冷蔵庫、水回りなど料理に必要なものは全て備え付けた唯一無二の一台。改造には500万円ほどかかりました。あの、うちのスタッフのマーテルです。マーテルさん。 Yes, yes。こんにちは。こんにちは。通常の営業は彼と僕と2人で。ずっと一緒に。マーテルさん、メインはジャパニーズカレー、うんうん、ジャパニーズカレートラックという看板でやってます。やっぱあのアメリカってカレーイコールインディアンカレーなんで、ジャパニーズカレーはちょっとまだ珍しいですね。うまいでしょう。お店のメインは鶏の胸肉と豆をたっぷり入れた日本式のカレー。48時間じっくり寝かせ、深いコクを出したカレーをご飯の上にかけ、アメリカ人の好みに合わせガーリックチリソース、パクチー、レッドオニオンなどをトッピングしています。日本で流行りそうだけどな。そして世界共通語になるほど人気の照り焼きチキン。うわ、うまそう。
ベジタリアンのための照り焼き豆腐。結構ボリューミーでね。この3つのメインメニューをご飯のままタコスに挟んだり、ブリトーに巻いたりとアレンジして17種類のメニューを提供しています。この日店を出していたのは一流企業が集まるエリア。仕事への意識が高いビジネスマンほど時間を惜しみ、簡単にテイクアウトできるフードトラックの利用が多いそうです。売り上げを大きく左右するのは出店場所。いい場所はアルバイトを雇い深夜から確保するお店もあるほど。ライバルも多いですが、トラックの台数が少なければ人は集まってはきません。そうなんですよね。あのトラックが今日来たから、あのトラックいっぱい客、あのお客さんがあっち行っちゃうから、ちょっと今日はしんどいかなとか。一つはハンバーガートラックと、一つはお寿司のブリトーにしたトラック、あれが来るとこっちもちょっと今日は気合い入れていかんぞと。午前11時半営業開始です。昼間いいですね。一人目のお客さん来てくれましたね。いつも あのレギュラーカスタマーの売り上げを上げるには常連客をつけること。お好みスパイシーフォーサワークリーム。ともひろさんはお客さんの名前と好みをしっかり頭に入れ、他の店よりコミュニケーションを多く取ります。もう常連のお客さんです。Number 66 and 67. We look for this magical wagon and it's our favorite thing. It has the umami flavor. It has the creaminess that you want. It's like it tastes slightly healthy and we'll walk all the way down just to come here. Is that they're super friendly. They get to know the customers and that's really cool. This is the stamp card. So I'm on 23 now. So that's 230. This is a stamp card. で、あ、日本で僕の名前でこんなふうに喜んでくれて、10個スタンプが貯まったら1つタコスをフリーであげるんです。2枚目フィニッシュした人はタコ2つもらえるんです。でどんどん加算式になって、23番目の人は23個タコあげます。でオフィスに戻って、今日はタコパーティーだってみんなでタコス食べて、まだ宣伝になるし、それやったら、そういうことですよ、エンターテインメント。味、サービス、アイデアでお客さんの囲い込みに成功。創業以来の相棒マーフェルとどんどん注文をこなしていきます。苦戦するフードトラックが何台もある中、智弘さんのトラックには長蛇の列が。おー、すごいよこれ。お米を作らないと。やばいやばい、売り切れない。行列が途絶えることなく2人は作り続け、オープンから2時間半の午後2時営業が終了です。今日は90食ぐらいですね。だから売り上げでいうと多分1000ドルぐらい。あ、すごいな。お客さん、あのよく来ていただいたんでよかったです。ともひろさんの自宅は郊外にある広々としたマンションにルームメイトと2人暮らし。今アメリカで順調に仕事をしている彼ですが、渡米のきっかけは大学卒業後に日本で就職した会社をたった1年で辞めてしまったことでした。だからもう本当に逃げ出したようなもんですよね、それはね。パワービズハート。ただいま。スイッチを押す。明かりがつく。それは普段は気にも留めない当たり前のこと。でもその当たり前のことが家族の幸せを照らしている。その当たり前がずっと当たり前であるために、パワーウィズハート関西電力。パワーウィズハート。蒸気機関車が走る頃から今も動き続ける発電所があります。それは手間暇かけて整備を行い、時を迎えた部品を一つ一つ交換してきた安全最優先の歴史です。その精神を火力、原子力、水力など全ての発電所に受け継ぎ、これからも安全を積み重ねていきます。関西電力。
ジネスクラスにプライベートなくつろぎ。渡米するきっかけは大学卒業後に日本で就職した会社をたった1年で辞めてしまったことでした。なんかこう仕事しててワクワクドキドキすることがなかったというか、別に僕じゃなくても誰か他の A さんでも B さんでもできるんじゃないか、なんか自分の中でもっと燃えるようななんか取り組めることがあるんじゃないかと思って、すごくぼんやりしてますけどもね。それがたまたまアメリカだったということなんですかね。だからもう本当に逃げ出したようなもんですよね、それはね。これがやりたいから僕はアメリカ行くんだっていうなかったです。まあ簡単に言えば自分探しの旅、うん、そこに行けば何かあるかもしれない、ちょっと行ってみようかと、24歳でアメリカに渡り、あてもなく熱くなれるものを探しました。いくつもの仕事を経験し、それでも満足できなかった智博さん。35歳の時、流行り始めたばかりのフードトラックに可能性を感じ、全くの素人で飲食の世界に飛び込んだのです。やっぱ料理の世界でみんな入ると10代後半とか20代前半とかじゃないですか。そこから修行して3年5年の修行して独立するというのが一つのステップかもしれないですけども、35スタートの後発隊の自分としてはやっぱそこのレールでみんなと用意どんで競争しても勝ち目がないんで、こう当時10年前とかにフードトラックがまだ火付けでブームだった時にみんなが試行錯誤しながらビルドアップしているビジネスの中に入れば、自分みたいな素人でももしかしたらチャンスがあるのかなと思ってました。胸に秘めた熱い思いだけでフードトラックビジネスに飛び込んだ智博さん。彼を支えたのは他ならぬ日本の両親でした。フードトラックっていうビジネスやって、だからまとまったお金もいるし、ごめんけどちょっとお金貸してくれないかっていうことを伝えましたね。親であればある程度心配するのはそれは当然だと思いますけども、やってること、チャレンジしたいことに対して否定は一回もされたことないですね。いい環境に育ったんだなと思って感謝してます。この日、智博さんのフードトラックはダウンタウンへ向かいました。今日出店する場所は毎年ロサンゼルスで行われる北米最大のアニメエキスポ。日本のポップカルチャーファンが世界中から集まり、4日間で35万人以上を動員。経済効果が1億ドル以上と言われる巨大イベントです。イベントで出店して、それは大きな PR にもなりますし、通常のランチ営業とかよりもやっぱ売り上げの幅も大きいですし、有名な集客力のあるイベントに参加するかが肝ですね。大きく稼げ、宣伝効果もあるイベントでの出店は1年間の売り上げを左右する重要な営業です。この日のために智博さんはマーテルさんの他にアルバイト1人増員、万全の体制で挑みます。僕今回3日間で予約して、参加費で払ってるんで1日450円です。最初の50杯ぐらいはということです。なんていうんですか、場所代ですよね。ですよね、はい、スイカの人件費に場所代、準備にかかった経費を考えると、今日は最低300杯は売らなくては採算が合いません。そうですよね。しかしこの日はどのフードトラックもさっぱり。どうしてこんなイベントやの、実はあまりに熱狂的なイベントのため、会場から外に出るお客さんが少なく、道を挟んだフードトラックエリアには人が流れてこなかったのです。中売りにいたのかな。正直期待したほどではないかもしれないですね。まあ水もんですね。水もんです、はい。だからもうどんな状況になっても、
まあ、スタッフも喜んで働いてくれるし、まあ、オーナーはね、その時に下向いてたらどうにもならないんで。この状況に人件費がかさむのを恐れて帰っていくトラックが相次ぎました。ともひろさん、ここである作戦に出ました。銀のプレートがあるじゃん、カサディラかなんか、そのあれにサンプルを10個くらい乗せて、パワービズハート手洗ってきたよ。そうちゃんごめん、サモにご飯あげてくれる？はい、サモご飯だよ。食べへんの？どうした？サモにおかゆ作ってあげるね。おかゆ？食べてくれるかな。おかゆ？そう。そうたやつよく思いついたな。ほら、この前風邪ひいたことあったやん。もうすぐできるからね。待っててね。おいしい？うん。息子の初めての料理は思ってたより早く作られた。私が食べられなかったのがちょっと残念だけど。家族を思う暮らしの中に。関西電力のオール電化。旅行どうだった？最高。ホテルがお得だったの。なんで？航空券とセットでホテル代最大全額オフのエクスペディアだから。セットで断然お得に、海外も国内も。エクスペディア。キーさん、何？いいね。何が？本当？ミノキなら入れる。発毛剤スカルプ D メディカルミノキファイブ。カーポート丸善、タイヤ丸善、タイヤ丸善、専門店だから知識と技術もプロフェッショナル。ネットで買っても楽々取り付け。決算セール開催中。カーポート丸善。ラッキュー松江区バッチリ。ラッキューラッキュー課長になった。ラッキューラッキューいいねがいっぱい。ラッキューラッキュー。毎年ロサンゼルスで行われる北米最大のイベント、アニメエキスポ。そこにフードトラックで参加したともひろさん。午後2時、売り上げはまだ100杯足らず。銀のプレートがあるじゃん、カサディラかなんか、そのあれにサンプルを10個ぐらい載せて、ね、でここで、うん、そうそうそう、歩く人にこうやってどうぞって。なんとかこの状況を打破するため、試食をしてもらってお客さんを呼び込むことに。お、おかわり。馴染みの少ない日本式のカレーですが、味見をすれば興味を示すお客さんも。ライスボール、ライスボール、ライスボール。こうでなくちゃ、やっぱり。地道に粘り営業を続け、午後7時半閉店です。最終的に400ちょっとじゃないですかね。450いってないかもしれないですけど、まあ大体それぐらいだと思います。よかったです、本当に。一時はね、どうなることかと思いましたけれども、他のトラックとかももう帰っちゃったし、そういう判断も正しいのかなと思ったんですけど、でもね、ドンと構えてるのか、尾道ののんきな、のんきなあの気候で育ったのがそうさせてるのか、うん。バイトの子は帰らすんですか？そうですね、もう疲れてるっていうのもあるし、一回ここまでついて一段落して、さらに、ね、洗わせるのもちょっとかわいそうなのもありますけど、まあそれだけ自分がやればコストも抑えられるし、はい、それが一番の理由ですかね。ともひろさんの長い一日が終わりました。
座っちゃった、うん、あのこれだけ一日を見たのは初めてです。良かったです、うん、頑張ってるなと思って、うん、あのかなりその立ち上げる時にお父さんお母さんにね、その資金の面でのサポートをいただいたっていうふうにご本人はおっしゃってますけども、創業の第一日に売れたのが仕入れ商品のコーラ1本だったんで、はあ、カレーはいっぱいも売れずに困ったというね、うん、そんなことは伝えてきましたね、うん、初年度はずっと赤字が続いたんじゃないかね。だから自分が今まで貯めてた預金とかで保険まで解約して頑張ったというようなですね、はい、どの辺からですか、お父さんお母さんに何かこう乗ってきたなっていうような。それは2年目から。2年目から、うん、2年目から毎月金額をね、はい、返してきてくれてますね、送金してくれてます。あ、そうなんですか、うん、でもそれが返せるようになってることも自分のやっぱり張り合いになってるし、張り合いになってるみたいですね、ね、うんうん、すごくいいですよね、それはね、うん、この日智弘さんは休みにもかかわらず車でトラックが集まるエリアに向かいます。なるほど。何台ぐらい集まってるのかとか、集客がどれぐらいなのか、お客さん来る人種がどういう感じの人なのかとか、現場で見る方が感じるものも多いんで。売上に最も重要なのが出店場所。アメリカではまだ人気がない日本式のカレー、エリアを間違えると売上がゼロということもあります。さらに出店場所とともに重要なライバル店のリサーチも。出てるトラックの顔ぶれは分かりましたね。あんまり知り合いのトラックはあんまりもういないんで、なんか新しいトラックが増えてる感じですね。フードトラック激戦区のロスでは日々新しいアイデアが登場します。こちらはなんとピザ窯を備え付けたフードトラック。車の中で火こんなん作れるんですね。Business wise, I was just like, pizza is, it's a good model. We don't have a lot of good pizza out in LA, so I wanted to make some good pizza. こちらの女性は1ヶ月前にフードトラックビジネスをするためロンドンから家族で移住してきたそうです。 This is the menu you have, right? Yeah. What's the most popular one here? Spice Land. So we're the first and only organic Indian food truck and catering company operating in LA.We saw a gap in the marketplace. We better have the picture here. Yes. We were trying to keep it clean and simple. It's better to have it, yeah. But you don't want to cover all the place. Because people want to see the picture. Yeah. And same time, people walking by want to see the chef walk inside the half inside. Yeah, yeah. これだけフードトラック業界がいろんな人があって、競争率が高くなると、自然ともっと僕らの美味しいものを食べてくださいってみんな試行錯誤して、全体的に業界のクオリティが上がってってるんですよね。ちょっとビビってんじゃん。ビビってますやばいな、やばい。もっとしてリサーチをしたことで得るものもあったけどちょっとナーバスになっちゃったりして。活気にあふれ新しい人たちが参入し日々進化を遂げるフードトラックビジネス。智弘さんも負けるわけにはいきません。やりたいことがあるとかそういう思いがあるんだら、やってみるべきだと。お金とかチャンスとか人材とかが全部一気に集まることっていうのはきっと永遠にないと思ってて、世の中の成功した人はみんな行動してチャレンジしたからその結果があるわけですから、やるしかないですよ。たった1年で会社を辞め、あてもなくアメリカに渡り20年。今本気で熱くなれるものを見つけた智弘さんに日本の両親から届け物です。尾道のご両親から大きいですね。これ今開けていいですね。この後10時55分からは旅プラ。めっちゃまっすぐじゃん。関西電力からのお知らせです。スマートフォンで停電情報アプリがご利用いただけます。お客様が事前に登録した地域で停電が発生した場合には関西電力からお客様のスマートフォンにお知らせします。
また関西エリアの最新の停電状況も確認できます。ぜひダウンロードいただきご活用ください。関西電力からのお知らせでした。ライブユーアップ、 My favorite time、 My favorite place、 Bye、 My favorite music、 My favorite style、 ダイハツゲスト VS 今こそ行くしか。デオトイレに変えたら、ただいま。私たちのお部屋匂わなくなったね。サンドとシートでダブル消臭、締め切った部屋でも匂わないの。デオトイレ。パナソニックの家は災害に強い、地震に強い、停電に強い、断水に強い、ずっと暮らせる安心感が強いのだ。安心ボックス展示場で。パナソニックホームズ。もう実感私がしてるので、やっぱり子育て中のママには飲んでほしいかなと思います。体が楽になるから。本当？と思った方はちゃんと検索してから。なんかイライラしなくなってる気がします。すっぽんこまち。モストで重心化だ。神楽マネー。なんでメガネだけ？一皮むけるで。スラじゃない重心化だ。悪くねえな。重心化ってそういうことでしたっけ？銀魂コラボ実施。なんで僕だけ？マツコさん、私と一緒に新しいレノを盛り上げていきましょう。また消臭でしょ。今度は汗じみまで防ぐんです。汗じみ？はい、速乾&消臭でこんなに爽やか。レノアすっきり。尾道のご両親から大きいですね。これ今開けていいですね。出雲大社。お届け物は福の神のお面。商売繁盛、多くのお客さんが集まるようにと願いを込めて送りました。いいですね。覚えてます、覚えてます。自分が書いたやつだから20年以上前ですよね。自分の決意を、まあ応援してくれた親に対しての感謝の気持ちを込めて書いたんですね、うん、会社を辞めアメリカへ旅立った時に両親に宛てたハガキ。20年の時を経てそのハガキに父は息子への思いを綴りました。初心を忘れないで。今商売がね、9年目になってどうにかご飯食べていけるようにはなりましたけれども、まさにこのメッセージの通りね、初心を忘れないで次にまた新しいチャレンジを、したいと思ってます。それは全米のお客さん、全米の仲間をもっといっぱい作って、喜んでもらって、このなんかラックといいですかね、幸運とか幸せとか運命とか繁栄とか、そういう意味がラックにはあるんですけれども、それをもっともっとたくさんの人たちとシェアできるようなビジネスをしたいと思ってます。ありがとうございました。あれは福の神の、あれは出雲、出雲に買いに行ったなんか外国の人には珍しがられるんじゃないですか、これなんだってね、言われて話題になるんじゃないかって言って。そうですよね。お父さんお母さん送られた福の神がこんな感じでつけたんだ。つけたんだわ。いいっすね。いいかもしれんね。本当に人と人との縁がね、できればいいけどね。次回のお届け先はカンボジア。ここに水泳のヘッドコーチとして奮闘する日本人がいます。劣悪な環境で選手を一から育てた彼女、しかし今年中にメダルを取らなければクビだと告げられました。瀬戸際に立つ娘に両親から届け物。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供で。